今回は宅検試験を目前に控えた受験生の皆様のお悩みに回答させていただいて最後のラストスパートの応援をさせていただきたいと思いますやっぱりですね直前期になると勉強方法もそうですしそのメンタルの部分でも不安になると思いますからその辺をね我々二人で解決するアドバイスを差し上げたいと思いますので最後までご視聴いただきたいと思います宮崎吉野の受験生,受験生あらるあら おねみ、み総大数、はい、イエーイ。まず、はい、過去問題を学習することって、すごく重要じゃないですか。はい、過去問題使わないっていうのはどうですか。<laughs> <laughs> 過去問題使わないっていうのはまあ自分から不合格に走ってるようなもんですからね,ね。<laughs> <laughs> まず過去問題をこう学習するということは、うん、まあこれは選択肢としてはね,間違,いいね間違ってないですよね。はい、まあ今、まあ、王道ですよね、はい。ただその過去問題の使い方ですよね。うん、どう使うか。 っていうところで得点力がアップするかしないかっていうのは変わってくると思いますので、うん、その辺をちょっと我々の方からねアドバイスできればなと思うんですけどもまず過去問題なんですけども、うん、こう初めて学んでいる時とかは結構問題文読むのにね四苦八苦して考えながら読んでると思うんですよところがね二回三回四回と繰り返すことの回数が目的になっちゃって気がついたらもう前に解いたことの記憶をたどってただねあここがこうだから マルとかパスカでに、ね、覚えてることで判断しようとしちゃう受験生結構いますよね。どうですか？あれはあんまりですね、うん、学習効果良くないですよね。うん、やっぱりその。 先生が繰り返しねやってると記憶しちゃうっていうのはそれは別に悪くはないんですけどそこのところ文章だけを記憶しちゃってキーワードを覚えてるからこのキーワード来たから丸みたいなね思考停止しちゃってる状態なんですよね。そうなんだよねそれで合ってたからよかったっていうふうに機械作業的な感じで繰り返しても全くもって効果はないのでだから記憶力のテストにしちゃいけないんですよね。考考えななががららら思しちゃんんと文章を読でこうだか こうこうだから丸こうだから×っていう理由付けがやっぱりねすごく大事になってくるのでねそこがそのできるかどうかでね本番のその見たことない初見の問題に対応できるかどうかも変わってくるとだからその過去問を題材素材として学んで,でテキスト戻ってテキストの周辺知識もしっかり確認するっていうこれを繰り返すのがね一番効果的ですよね特に宅検業法は個数問題もたくさん出るのでその周辺知識とかもね過去問題ではたまたま出てなんか だったような周辺知識も来る時あるじゃないですか。が、はい、だからその過去問題で、こう学んだテーマを。テキストで、ちゃんと、こう、全体をね、確認してほしい。まあ、例えば。うん、宅建業法三十五条の授与事項説明で、区分所有建物の場合に、こう追加される項目が九つありますよね。ありますねその中の一個が過去問出たと、で、その時に過去問の問題を解いて、解説読んで終わりしちゃったら。 どうです <laughs> <laughs> もうそこの知識の記憶しかないですからね、うん、後の8個どうだったんですか <laughs> みたいなで、ね、<laughs> 後の8個が今度出る可能性が高いかもしれないのにっていうとこでね、はい、だから断片的な知識に終わりやすいんですよね過去問だけだと。うん、で過去問素材にしてテキスト戻って、うん、その項目プラス、うん、周辺知識を確認して、うん、その先生おっしゃった区分所有建物の追加事項であれば、うん、9つが繰り返して 抑えられると、うん、ただ、その過去問出た区分所有建物の追加事項一個だけだと、そこを繰り返し繰り返しやってるだけだから。同じようが出れば影響性。その周辺が出たらね、アウトで,ウトです。で、九つあって、はい、対借でも必要なものが、二つあります。<い>他の七つは対借では、いりません。ね、ということとか、あと規約がある時いるとか、うん、あるいはこの案がある時にはいる。 規約満もなければいらない、ね、それどういう項目だったかなとかねその都度そのつ度全体確認してほしいですよね。はい、じゃないとそのやっぱり見たことない問題とかねうん、うん、そういうのも攻略できなかったりもしますので周辺知識確認してテキストを読むで読むことで文章読解力もね、はい、ついてきますから、はい、結構記憶にたおる勉強だと文章読んでないので文章読解力は身につかず初見の問題読んでもよくわかんないから結局鉛筆転がしの世界になっちゃいま、ね、うんですよね。<laughs> <laughs> だから本当にこう卓球試験の受験生の場合にはこう過去問題をやれば受かるよっていう話がこう出てくるから合格者からその過去問題をやれば受かるのかなっていうふうにこう思っちゃう方いるんだけどそ、ね、その過去問題を使って学ぶという時にちゃんとテキストを確認したり <laughs> まとめ集的なものを確認したりする受験生もいれば一切確認しない方もいて過去もだけ<う> <laughs> 記憶してもう何回も何回も私10回解きましたみたいなね <laughs> ね、なっちゃうとちょっと怖いんだよ、ね、怖いですね。はいうん まあ,あと過去問題、回数出たんですけど回数っってどうですかそうでですすかそねやっぱりある程度回数こなさないと記憶って定着していかないので大事なんですけれどもまあ大体一つの問題に対してまあ5回ぐらい平均的かなとただ時間がない場合にはねそこまでできないと思うのでまあ3回ぐらいっていうのもあるかもしれないですけどもやっぱりその質を大事にやっていかないと回転数やってもねもう10回、7回とかやりましたってそこをなんか目標にしちゃってる方多いですねそう回数目的にしちゃうと 失敗しやすすいですよ、ねうん、まあ究極的には全ての,その過去問題が全部がちゃんと理由付けも含めて分かった上で正解回答を導けるようになればいいわけで,そ,うですそのために23回で済む問題もあればそ<う>5回10回必要な問題もあるし <laughs> 問題ごとによって必要な繰り返しが変わるじゃないですかできるまで繰り返すのが多分正しくてそれもしっかりこう考えながら自分にとってこう学ぶべき素材かどうかってことを意識して学んでほしいですよね。うん、そうですねはいうん、うん はい、まあ、確かに四支択一の問題集と一問一答の問題集があると思います。で、やっぱり両方活用するっていうのは一番ね、効果的だと思うんですけれども、うん、その活用の仕方っていうのはやっぱりね、受験生の方からもよく質問ありますよね。うん,うん。 あの苦手なテーマであれば4択問題だといろんなものの詰め合わせパッケージだから、うん、混乱しやすいので、はい、苦手なテーマは一問一答でテキストの順番通り、うん、体系順に混乱しないで、うん、こう学んだ方がいいかなと思うんですよね。でまた4択問題解きながら頭の中を整理整頓。 理解をね、こう深めたり整理整頓するときに一問一答また戻ってもいいかなと思うんですよね、うん、そうですねあのやっぱりそういった使い分けっていうのはすごく大事になってくると思うのでうん、うん、やっぱりその弱点を克服するってなった時にはピンポイントでそこを克服するのが一番いいので、うん、まあ項目別に並んでいる丸抜の問題とかっていうのはすごくいいですよね例えば重要事項説明が苦手だってなったらその重要事項説明の項目だけをピンポイントでずっと一問一答をまず繰り返しやってでそこである程度自分の弱点が分かってきたなってなったらその 四択一の問題で実践編でね、うん、まあ十節だけでも解いてもいいかなと思うので、う,んうん、うまくそこのね。弱点に応じた使い分けとかっていうのをしていくと、うんうん、あのいいかなと思いますよね。まあ例えば、その重要事項説明であれば、その四択問題だと、どこが出てくるかわからないような感じで。緊張感を持って、こう取り組むことができますし、またその重要度の高いものは。何回も多く繰り返して出てきますよね、うん。そうなんですよね、うん。ただ順番がバラバラだから、売買の場合とか、貸借の場合とか、あるいはこう区分集建物とか、それ以外とか。うん いろんなものがごちゃ混ぜに来ちゃうから、はい、頭の中がごちゃごちゃになりやすいんだよねうん、うん、だそれが情報をうまく整理できる テキストとかまとめとかでこうしっかりと整理整頓できる方は4択でもいいんだけどそれが何かね頭の中ごちゃごちゃになって全部覚えなきゃとかってこうなんかパニックっちゃう人はまずはそこの一問一答っていうハードルが低い部分からねクリアしてってでそこで4したイズで自分の知識が整理できるかっていう確認その繰り返しでもいいかなと思うんですよね。はいまあ、上手にこう役割をねこう分担して使い分けてほしいですよね。はいはい 基本知識というのはあくまでも受験対策としての基本知識ですから「うんうん、宅見本試験」で問われる可能性がある範囲でよく出てくるものうん、うんね、だと思うんですけど例えばところが受験生の方に「開発行為って何ですか?」って聞くと「 結構答答ええらられれなないいんだよねねですね定義がね覚えられたりしてない理解できてないって方多いですからね、うん、やっぱり今先生おっしゃったように出るところ、うん、可能性として高いところっていうのをやっぱりやるでその基本知識私があのよくお伝えしているのが基本知識っていうのがそのよく出るところとあとみんなが知ってるところうん、うん、受験生みんなが知ってる例えば権利関係では意思表示の詐欺とか脅迫っていうのは誰もがそこ通るし、うん、誰もが勉強していると。うん、そこ出出る出ない関係せずに 試験出てきたら出題した場合に回答正解率が上がると思うので、うん、そういうところをちゃんと学ぶべきと、はい、ういうところでよく出るところとみんながやるところですね。うんはい、でただ開発行為とかね結構覚えられてない方多いですからね。<laughs> <laughs> いやほんとねその過去問題でよく出てくるテーマについてはこう受験生が本試験の時に正解してきますから正解率が上がるので当然過去問題での出題頻度が高いとこは、まあ、優先してやってほしい基本事項ってことこになりますよね,いいすね重要事項でその時に開発許可が必要ですか不要ですかって問題だった時にその問題文に書いてあるねところ、まあ、実際本試験出たことありますけど開発行為って何ですかとかあるいはその、まあ、もうちょっと言えば土地の区画 質の変更っていう時に土地の区画ケースの変更って、うん、土地の区画、ね、こう6区画とか10区画に分ける話とかその形形を森ではや切り土によって整える話とか、うん、質農業利用してたところ農地を宅地に転用するとかその区画とか、あのー、区画についてね形、うん、質の変更ってあった時にその意味がわからないと なんかこう覚える負担がすごく大きいと思うんですよ。すね、ちゃんと理解しちゃったら大したことやってないから価格変える形変える質変えるって話だから、うん、そういうとこちゃんと理解しちゃった方が勉強楽しいし楽だと思うんですけどどうですか。うん、いやそうですね本当そうですね。だかそうん、基本事項に関してはまあ覚えるよりもまずは読んでそれを理解する言葉、うん、キーワードを理解してった方が記憶も定着しやすいですし、それは基本事項として固まるから、まあ、問題も解きやすくなってくるんですよね。うんうん、その暗記っていうのは先になっちゃうと、うんね、おっしゃった先生おっしゃったようにつまんなくなっちゃうし。 <laughs> 基本事項暗記してもね、うん、それ応用として使えなくなっちゃいますからねそうなんですよね、うん、よくその法令制限は確かに暗記的な要素は強いとは思うんだけども、うんうん、でもね土地の区画整理法を苦手にしてしまう方の多くって土地の区画整理事業っていう言葉自体が意味が分かってない。そうなんですよね土地の、ね、区画を整える それをこう事業としてその道路とか下水道とか公共事業とこうセットで進めていくようなタイプなんだけども、うん、その出発点をちゃんとこうイメージ持たないでただ暗記暗記でやっちゃってなんかこうつまらないです覚えられないんですっていうのがなんかちょっとうーん。 なんかもっとねいい学び方してもらった方が楽ないないす、ね、と思うんですよねはいそれはありますね、うん、そういうその用語とかそのそもそもの定義だとは言葉っていうのを理解するっていうのがね、うん、やっぱりすごく大事だと思うのでうん、うん、そこの学習っていうのは直前期でも意識してほしいですよねそうですねうん、うん、もう過去問で繰り返してくる用語だけでもいいですよねそうですねうん、うん、あとはその基本知識っていうところでちょっとあの話を戻していくとまあ教材によって A ランク B ランク C ランクとかってあると思うので、うん、まあ単純にまずは A ランク、うん 乗ってるランク付けが乗っていたらまず A ランクを確実にしていくそこが基本知識になるんだなというふうにして進めていいいくととかな思すね問題の解説で太字になってたりテキストとかで太字になったりんかこう強調されてるところそこがまあ基本事項という認識でね優先順位につけて勉強してほしいですよね。 試験の直前期、はい、過去問題を使う学習、まあ、いろいろねテキストの繰り返し学習とかあると思うんですけど、はい、吉野先生からおすすめの直前期の学習アイテム、はい、教材っていうのはどんなものになりますでしょうか、はい、そうですねやっぱり1番は過去問、うん、2>, 2番も過去問、うん、3番も過去問。 ままああそれだとねあんまりアドバイスになならないので <laughs> やっぱりね模擬試験っていうのは一つ自分の弱点発見のツールとして活用いただきたいので、えー、ま模擬試験はあの予備校様、まあ、日軒学院とかでもねあのいい模擬試験あると思うので、まあ、そこを受験してで自分の弱点をちゃんと模擬試験で発見する模擬試験というのは弱点発見のツールとして活用していただきたいなと思うのでそこでね 弱点を見つけたら、またその分野を過去問で演習する。まあ、例えば、権利関係の尺尺尺化法を模擬試験で間違えてしまった。うん、っていうんであれば、そこは自分の弱点として発見できるので、うん、その分野をまた過去問で項目別に解き直す。うん、で、適宜テキストに戻ると、うん、いうような形でやっていくと、直前期効果的かなと思うんですよね。いや、本当そうなんですよね。その、模擬試験を受けた時でも間違えた問題とか迷った問題があったら、うん、その 次に何をやるかってはテキストをちゃんと読み直してその該当するテーマの過去問でやってほしいんですよね。本当テキストと過去問で行ったり来たりしながらこう仕上げてってほしいかなと思うんですね。間違いないですね。過去問から離れない方がいいですよね。絶対に離れないですね。もう恋人夫婦みたいな感じで。もう脱ケンシケ大好き過去問大好きってね。あなたなしが生きていけないからですね。もうそれぐらいの感覚でね過去問肌身離さず持っていただいてほいですね本当に。 はい、まあそんな思いでね、はい、なんとかね楽しくやってくださいですね。剣士家の過去問題を愛して、愛、はい、して <laughs> 乗り切ってほしいですね。<laughs> <laughs> まずはポジティブに捉えましょう <laughs> それだけ伸びしろがあるってことですねすごいワクワクしちゃうよね <laughs> まだ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 伸ばせる余地があるってね <laughs> でも本当にね、うん、直前の模擬試験で10点台の人が20点伸ばして合格するっていう話はいくらでもありますから、うん、点数に一喜一憂しすぎないっていうのはすごく大事ですよねそうですね、うん、あの大事なことは合格するためのその自分の 距離何を勉強すれば合格点を超えていけるかその距離感をつかんであと残された日数で達成できるように優先順位の高い宅建業法とかあるいはね開発許可とか農地法とか国土とかこの自分の苦手な重要テーマのところをこう優先的に学習してね はい、合格ライン超えていただければいいんじゃないでしょうか。間違いないですね。で、やっぱり模擬試験の点数低いと、その例えば。十五点でしたみたいな、その点数だけが浮かび上がってしまって。うわ、もうダメじゃんって思ってね。それもし、捨てちゃえばいいんだね。なかったことに。はい、なかったことにしちゃう。そうしましょう。まあ、十五点だったら、なかったことにしちゃった方がいいからそうですね。もう宅建業法ひたすら勉強した方が、点伸びるからね。三十点ぐらいだったら、どうですか。三十点ぐらいだったら、まあ、まずはやっぱり、その、まあ、十五点でも、三十点でも、客観的に見る。 大事なんですよねあんまり主観張りすぎちゃうと気持ちがもうやられちゃうからそこでじゃあ30点だったら自分のその業法とか法令でどこ間違ったのかなっていうのはまずね分析することがね自己分析すごく大事なんですよ。で例えば重説がポロポロ落としてるんだったらあ銃やんなきゃってことになるし法令上の制限でも落としちゃいけない国土と卓像とかを落としていたっていうんだったらそこを完成させる必要性があるのでその分野をピンポイントでちゃんと自分が復習できるようにね客観的に分析していただき みたいなと思いますね、うん。これ結構我々にとっては当たり前なんですけど、うん、受験生にとっては。模試を受けると、との一番から十四番権利関係じゃないですか。うん、で十五から、その二十五まで法令税価格が並んでて。二十六から四十五が宅建業法、はい、でまあ最後五問、五問免除科目。はい、これ復習は宅建業法からだよね。<laughs> <かに S 1> 宅建業法の間違えたところからだよね。<laughs> そうですね。やっぱりだ大事なのは宅建業法ですからね。で、ね。うん、で。 法令制限の、ね、今こう話題にも出てきた農地法国土量計画法うん、うん、宅造法この3つが最優先でしょ間違いないなですね,ねあと税金は地方税かなうん、うん、不動産食税固定産税うん、うん、でそういう取らなければいけないところを最優先で確認して間違ってたり迷ってたらそこのテキストと去もうん。うん でもうそれで時間いっぱいいっぱいになったら、それはもうそれでもう割り切ること大事だよね。大事ですね。やっぱりその全部って復習できないですし、すべ、うん、てをやろうとすると全部が中途半端になっちゃうから、結局伸びる点数伸びないですよね。ただその三十点まずいってるんだったら、うん、そこをちゃんと承認して、他の得点できてるところはもうそこはね大丈夫だと思ってもらって、他の。 落ととしちゃいいけない先ほど業法とか、うん、その法令制限の、ねうん、農地卓造とかっていうところをちゃんとチェックすることですよね。うんうん、でそこを強化していく、うんうん、そうすればね必然と合格点いきますのでねそうなんだよねだ、まあ、広げすぎないっていうのはすごい大事そうなんですよね。うん、だ権利関係も問いの,の1番から14番順番に見るよりももう私だったらもうおすすめなのは賃貸借借家、うん、借地のあたりとか建物区分収法とか、うん、本試験でもう出るとこがある程度こう 範囲が分かってて準備しやすい。 点取りやすいとこを攻めてほしいんだよね。そうですね。そこをなんかあのやっぱり客観的に見れずにね、えこんな問題見たことないけどやらなきゃみたいなね。いきなり寝定等出てきちゃってしまったみたいな。今まで勉強しないで勉強しないで寝定等検模試出たからこれやらなきゃみたいな。そういう時はいら見なかったことですよ。あの点数にもよるんだよね。そうね。もう四十点とか超えてる方、あのやるのはいいんだけど、まだ二十点台とかでね悩んでる方はより優先順位の高い業法の弱点とか。 高齢税の重要テーマの弱点とか、ね権利の最重要テーマのねこう弱点とかを優先すべきだって、はい、その重要度の低いテーマはねもうなかったことにというか優先値下げちゃってね。もう見たかったことにする。うん、それ大事ですね。いいねうん、うん、この辺のねこのな強弱というかメリハリのつけ方って、要領、うん、の良さっていうのかな、ね、それもぜひねこう意識してもらうといいですよね。そうですね。うん。 そうでですすねこれも結構悩みとして大きいですよね受験生の質問として直前期私もよくそういうお話を伺うんですけどもそのばらつきがある時にはまず一つ集中して伸ばせる科目をもうそこターゲッティングしちゃってそこを。 繰り返ししやっててまず一つ伸ばしていく卓研業法ってよくお伝えしてるんですけど、うん、あのいろいろもう全科目ばらつきがあってなかなか安定しないんですってなったらまず卓研業法を集中して安定するにしましょうと他は一旦忘れましょうというぐらい極端な話を私は結構おっしゃることがあるんですけど卓研、うんまあ、業法に関しては過去問題中心に学習してる方であれば15点までもそれを17へ18へ19へ20へってなってくると結構このね 険しいこう道が待っていて、まあ他県業法をまず安定してね18以上18十区20取れるように固めてもらうのが本試験で一番失敗しにくいかなと思うんですけども。い本当ですよね。やっぱりその9割を目指すっていうハードルがありますから、そこを超えるためにそのまず。 一番得点源で一番世代数も大きい競歩をクリアしないといけないのでそのまんべんなく間違えてるとかばらつきがあるんだったらまず競歩を攻めてそこを確実に仕上げて次、法令行くって下手に両輪回して両方やろうとしちゃうと中途半端なっちちゃゃううんですよよねね失敗し多くの受験生それやっちゃってますからね。 なんで一つ絞り込んで、うん、業法だったら業法でもし業法ができてるんだったら、うん、じゃあ法令見て、うん、そこを集中的にね、うん、やっていこうというふうにしていくのが一番いいかなとまあその本試験の戦い方の戦略の部分にもなるんですけどもまあ達研行法で20問中の20点満点取っちゃえば。 点点免除持ってる方は5点、まあ、ない方もしっかり準備すれば5点中45点取れるからその豊二26から豊の50までのその業方と5問免除科目でもう業方20点さえ取れれば25点24点取れるんだと、うん、でそうなるとあと本試験で何点合格まで必要かって言ったら去年は合格ラインが34ですから、はい、あともう。 十点なんだよね。そうなんですよね。うん,うん、もうその二十五問中の十取ればいいと。うん、まあ二十五問ですよ。極端で一極性にダーってマークでいっちゃえば。受 <laughs> けちゃでしょ、うん、で、それであと農地。 国土、国土、地方税取ってあと1つ目だーってやれば合格点いっちゃうじゃない <laughs>、ね、合格点が上がっちゃった時はそれじゃダメだけどでもそのぐらい宅建業法で二十点満点取るともう合格が目の前にあるってことを知ってほしいんだよねいや間違いないですね、うん、だからこそ業法にまずは集中して自分が得点できてるかどうかっていうね、うん、模擬試験でその、うん、答え合わせしたときにまず業法を見てほしいですね、うん、業法自分が何点取れてるのかそう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 。そそそそこ大事ですね、うん、あとね宅建業法結構大事なのが、うん 本試験で個数問題出るでしょうん。で見たことない問題が出るでしょう。結構本試験で時間使いすぎちゃって失敗する方もいるんだよね。あ,ありますね。確かに。 宅検業法の20問でどのぐらいの時間で行ったらいいと思いますいいちょっと脱線したんですけど私の場合40分から45分ですよね、うんうん、そのぐらいの時間をちゃんと確保してそれ以上飛び越えないっていうのも大事なんですよね、うん、そうですよねで例えば50分使っちゃったとか1時間使っちゃったってなると次の法令とかがアップアップになっちゃうからあとが詰まっちゃうんですよねだからその時間配分っていうのもやっぱりね最初にちゃんと決めてやっていくっていうのがねそれもやっぱりそのちゃんと合格するために得点取るっていうのはすごく大事ですからね、うんうん、から宅検業法は あくまでもその心構え準備としては20点満点狙いに行くでいいんだけど実際本試験の時に分かんない問題とかちょっと難しいのがあったら保留しちゃってどんどん進めちゃってね、うん、あの時間オーバーしないようにね時間のとこミスないでほしいなと思うんですよねそうですねやっぱりそのちょっと話最初戻りますけども、うん、そのバラバラとなかなかあの安定しないっていう方はもうやっぱ時間もやっぱり気にしてしてほいですよねその何分でどこ通過するのかっていうシミュレーションもしながらやっていくと点数もねあの安定したりすることもあるのでねあんまり業法ばっかり 使いすぎちゃって他が解けなかったってなっちゃうと、ねうん、まあ結局まずいですからね。うん、なんかそれも含めてのやっぱりそのばらつきがある自分の点数を安定することの大切さってのあると思いますので。あともしの点数が安定しない場合にあのー、ひょっとしたらなんか文字の読み飛ばしとか。うん なんかうっかりミス、うん、なんかマークミスとかも含めていろんなミスが発生している可能性があるからうそういうミスも分析して本試験ではミスを繰り返さないように何かねこう改善策うん取ってほしいなとは思うんですよね。 これは合格者が必ず通る道ですね <laughs> あのやっぱりこれって自分が成長してるって思っていただいて一、うん、つの科目一つの項目ワンテーマ学んでる時はそこをちゃんと記憶できてるんだけどもただ他の項目を勉強しているにつれて知識っていうのがどう当然増えてくるのでそこで前の知識が 曖昧になってしまい、今まで解けた問題が解けなくなっちゃうってことはあるんですよね。ま、うん、それは知識が自分が増えてるからっていう風にね、うん、あのプラスに考えていただいていいです。うん、であとはそれを繰り返していくうちに、やっぱりそこもねちゃんと定着するようになると思うんですよね。まあ本当こう繰り返しをして、その一旦なんていうんだろうな、こうちゃんと覚えたことがあったんだけど、だんだん記憶がこう 抜けててきちゃってるもんでも何、ね、か,かもう、まあ、昔からの話なんですけどなんかこうお皿回しをねまたこうお皿が何かこう <laughs> ファンファンフなンってなってもまたこう回し直してみたいな、ね、失敗しないようにずっとねいろんなたくさんのお皿を回し続ける。 何回もこう繰り返して回し続けなきゃいけないですよねそうですねやっぱりそれが知識が増えていくにつれてそのずっと回さないといけないっていうのもね大事だと思うのでそこを意識してやっていけばちゃんとね確実な知識になってくるのでそんなに不安いらないかなと思うんですよね自分がその知識増えてる証拠だと思っていただければバッチりかなとあとは不安になった時は不安解除するのはまあ本当勉強することがいいと思うし間違いないですねあと絶対合格できるんだって感じで紙に書き出してみるとかねそう書き出すといいですよなんかねあのハーバードで の研究によると書き出した結果ね5倍その僕10倍っていうのを見たから5倍から10倍ぐらいで派手上がれてねそう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 だから絶対書いたほうがいいですよね研究結果の発表あるみたい絶対書いたほがいいですね絶対合格する頭の中でね考えると言葉の出すとかね言葉に出してね書いたあと共有するのいいですねいいですよね 寝る。間違いない。おやすみなさい。<laughs> <laughs> あ,あんまり無理しすぎない方がいいよね。ぜひ、ねね。あの、あんまりね、うん、えっと、頭使わない方がいいかもしれないですね。記憶系の、うん、暗記系の科目をやっていくといいと思うんですよ。うんうん、で、しかも落とせないところだし。うん 毎年出るようなところ重説とか37条とか、うんうん、あとは税金関係とか統計とか権利関係でいうと区分所有法とか数字系で確実に出て。 しかも取らないといけないというところをもう一度見直すといいですよね。あんまりその頭使うような不動産物件変動をガリガリやるとか <laughs> あ。あと新しい模擬試験とか、ね。ああ、絶対ダメ <laughs> 絶対ダメ <laughs> あれなかなかね、いやーす,ごいすまれ、あ、にそれがハマる人もいなくはないけど基本的に新しいものは前日やらない方がいいよね。あのメンタルやられます実は自分<う>あの失敗 失敗談として話せるんですけど、うん、あの本試験直前で市販の模試買ってやったんですよ、うん、3日ぐらい前に。そしたらなんか20点台後半ぐらいで <laughs> 心,折、ね、心折れまくっちゃって、うん、パタンと閉じました。<laughs> 復習せずにパタンと閉じて囲まやろうって。<laughs> <laughs> あのー、本試験の前日は今までの自分の学習を信じてね、今までのことをこう。 見直すす方がいいでねやっぱり暗記系のところをノートまとめてるんだとそれ見るとかまとめてなくてもテキストのところを読む自分が一番安心できるやつやっていただきたいですね不安になるようなことをあえて前日にやる必要性はないので安心できることあとは勉強しすぎないことですねやっぱりね疲れちゃうとね飲めれなくなっちゃってもいけないしねそうなんですよね脳みそを使いすぎるとやっぱり 次の日に響いたりしますからねあまり脳みそって疲れてる感覚ないかもしれないんですけどもからだと分かりやすいですけどね 100m 走想をじゃあ3回ダッシュするとねやっぱり疲れちゃうと思うんですけど脳みそってあまりその感覚分かんないっていう時期もあるのでね。 ただやっぱり確実に疲れてるので休ませるっていうのは大事だと思うんですよねまあ例えばオリンピックの選手が明日フルマラソンのレースがあるときに前日にフルマラソンやんないよね <laughs> <laughs> それが究極のわかりやすい例えですよねだからいきなりね前日本番と同じように2時間の模擬試験やるみたいなねそれダメですよね <laughs> そう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 、はい、まあやるんだったらまあ3日前ぐらいまでかなそうですねやるとしてもねやっぱりその体力を温存させていかないといけない っていうのは意識して、あの体を大事にしていただきたいですよね。前日はねうんうん、うん、まあ、特に模擬試験とかで不安がなければ、また最後の模擬試験1週間ぐらい前までが多分良くて最後にしかもう見直す。す 復習で手一杯だだと思うんだよねあとはもうあらかじめ試験の前日にはこれをやるとか試験の前々日にはこれをやるとかっていうのをあらかじめもね決めておくといいですよねやっぱ決めることによってそこを例えばちゃんと消化すればもう今日はいいんだと、うん、あとはもう寝ようっていう気持ちもなりますからねだらだらだらね自分のやることを増やしちゃうとそれだけ不安が募っちゃうので、うんうん、やることをバシッと決めてもうそれ以上やんないっていうふうにした方がいいですね。うん、そうで決めててかかかないとな,んかないいいいと机のの上にどっっっさり <laughs> いろんなものがあって <laughs> 何やっていいか分かっ そう人もいるで,しょそうですょね目の前にたくさんあると脳が処理しきれなくなっちゃって疲れちゃうんですよね集中力もなくなっちゃうし、うんうん、だからやることを少なくして決めるっていうのはすごく大事ですよね。うんうん 今年で, <laughs> でも統計すごく楽でほとんど上がってて <laughs> で下がってるのは分譲マンションの着工戸数とあとはあの法人企業統計の不動産業者の売り上げが下がっただからもう全体的に上がったよーっていうのを押さえておいて下が,で下がったらマンションの売り上げ減ったってやっちゃえばいけるかなと。 統計は一般受験生見ねあなたもあらかじめ試験会場に着いたらちょっとね部屋に入るまでに最終確認しようとかっていうものがもう決まってるんだったらそっち優先した方がいいですよ間違いないですね。そのためにまとめノート的なものを作ってもいいと思うんですね。本試験当日に見直すテーマみたいな税金の地方税の数字とか。 不動産食税と固定産税ね、しっかり抑えた方がいいよね。あれは間違いなくね、どっちか出るわけだし、そこは抑えるべきっていう話じゃないですか。で、他にも区分所有法のね、あの決議関係の数字とか、ああいうところを見直すと。まず、やっぱ数値関係を、あの暗記系としてね、抑えていくっていうのが統一。やっていただきたいかなと。思まあ、あとね、こう、例えば、その開発許可の数字とか、国土の数字とかも。そうですね。今まで模擬試験で全部できてたとしても、本試験になると。意外と数字が出てこないことがあるかもしれない。から最後、チェックした方がいいんだよ。 そうですね国道法の面積例外開発表の面積例外市外区域調整区域それぞれね数字違ったりしますからね。で最後にチェックしたのが本試験の時に出てくると嬉しいってあ直前に見たとこ出たってなってテンション上がるんだよこれ結構大きいんだよね確実に出るところがねだから確実に出るっていうところの数字関係暗記系をねもう一度チェックした方がいいかなと思いますね。あとねもう一個報酬計算 一問解くののってて僕おすすすめしてるんですよんあ<の>計算問題ってある程度こう頭立ち上げといた方がいいしその宅建業法から始める方もそれなりにいらっしゃるかなと思うんだけど、はい、報酬計算ねこう本試験の時になんか計算でなんかかなこうちょっとね時間ロスしちゃったりとかミスるちょっともったいないからあの頭をね一回こう。 典型的な過去問題のね、範囲でね、何回も解いてる自信のある問題でいいから、報酬計算一問ぐらい。あんまりね、五問も六問解いちゃダメなんだけど、一問ぐらいのそウォーミングアップ。いいですね。うん、じゃあ準備運動大事ですよ、ね、そ,そうそうそう。はい、ウォーミングアップしてた方が、うんうん、頭がこう、計算の方にスッといきやすいかなと思うんですよね。なるほどね。うん。 あれ本試験的に問題開くじゃないですか、はい。左真っ白ですよね。真っ白ですね。多分そこ見てるんでしょうかね。いやそうやね。<laughs> <laughs> あれ緊張あれでね。緊張して真っ白になっちゃってる。そうですね。あれね、はい、あのすごく大事なアドバイスあるんだけど本試験始まるじゃないですか、うん。 いきなりね問題探しみんなと一緒のタイミングで開くのってどうかなと思うことあるんですよ。慌てちちゃゃううででししょょ真っっ白になっちゃう可能性あるでしょ、はい、そこはね私も多分ね同じこと思ってると思うんですけど、うん、一旦呼吸を置いて5秒とか10秒待ってから遅れて問題を開くみたいなね,ね一呼吸を置いて,てみんながこうバサバサバサーってねなんかこう鳩が飛び出すような感じのところをこう見届けて <laughs> で余裕を持って自分が解く。 問題から見ちゃってほしいですねそうですね乱調とか楽調チェックしてくださって言われるけどあれいらないよね。いらないですあの他の人いらっしゃればいいですから<笑><笑>もし、ね、問題といていてページ抜けとかあったらその時手を挙げてうもう一冊もらえばいい話じゃあって、はい、もう一回もう宅建業法から解くなら宅建業法、うん、法令から解くなら法令ね五問目除から解くなら五問免除もう自分がもう解くって決めてる順番でね,そ,でねその問題を見るそうそう他の問題目と押さないから 迷わないし混乱しないよね。そうですね。でさらにピンポイントで言うと、あの私もお勧めしてるんだけども、得意なテーマ、例えば貸し担保履行法なんて問いの四十五番で毎年出てるし、指定席な定跡でグリーンですよ。最上級のグリーン跡でってあげます。しかも過去もやってれば取れるから、そこをまずピンポイントでやってエンジンかけてよし解けたじゃあ次行こうってなると、その頭の真っ白具合が少しずつね解消されてるかなと思うんですよね。あと統計とか、そうだね。うんあとは権利関係で言うと、まあ釈釈火法とかね、ああいう 指定席でピンポイントで出るっていうところをまず狙う打ちしておくと気持ちも落ち着いてくるかなと思うんですよねほんと、うん、そうですよねまああのいろんなとく順番とかあるんですけどあの本試験の時にどうやってとこうかなって悩むんじゃなくてあらかじ決めておいて、ね、そうそうそうと十八統計からといてでその周辺の五問免除科目をやっつけて宅建業行くんだでて宅建業はというの45 ね、こうグリーン席の住宅から散歩にこうやっつけて454443ってカウントダウンで行ってもいいかなと思うし、うんまあ、いろんな解き方あると思うんだけど順番決めといていほしいですよねそうですね順番決めてそこを狙う打ちしていくっていうことはもうシミュレーションしといてほしいですよね。でそのシミュレーションするのに模擬試験とかね日建学院の予想模試とか、ね、スクールの公開模試とかね入場、ね、中ですよね。はいうん もう多分同じこと思ってると思うんですけど飛ばすこれ飛ばす技術ってすごく大事で、はい、見極めですよねそそう結局制限時間がある中で合計何点取るかという戦いだから、はい、その解きにくい問題のところで時間をロスするあともう一つ疲れる、うん、これは なるべく下げたいんですよね、はい、で最も時間をロスしないで最も頭が疲れないのは飛ばすまずは飛ばすっていうことをしていただきたいですね、うん、見たこともない問題は絶対に出てくるし、うん、そこに関して時間費やしてると他の問題解けなくなっちゃうし、うん、先生もおっしゃった通り疲れるから一回飛ばして解ける問題からやっていく。うんで 解けなかった問題は後回しして最後にやっていくっていうのがすごく大事ですね。で、うん、一旦一周すると気持ちも落ち着くので、うん、分かんなかった問題もなんかちょっと読めたりとかね、うん、分かるようになったりすることもあるので、うん、そこはねうまく割り切って飛ばすっていうふうにしといた方がいいですよね。 これは結構ね、うん、大事な局面だと思うんですけどよくある本当にあるあるなのが最初2番だと思っていて。 残った5分とかの時間で見直して3番に変えたら変えなきゃよかったってやつどうしたらいいですかあれはですね最初につけた答えをまず信じるってことですねこれ脳科学的に証明されてるみたいで後から変えたっていうのはやっぱり間違う可能性が高いとで最初に自分が覚えてるからこそその問題に対してその答えを出したそうそうそれを信じることですねで120%こう間違えたっていう自信があるんだったら変えた方がいいんだけどただ悩む こっちにしようか、ね、<laughs> やっぱりさんっぽいなあと思って悩んだるんだったら、変えない方がいいですね、はい。え、あれ本当あのー、ね、レポートだと、大体まあ、六七割。最初の直感で選んだ方が、正しい。そ<う>だから確率的には、まあ100、百パーじゃないし、十中八九までは届かないんだけど、でも。 73とか64で最初選んでる方が正解当たってる可能性が高いから基本変えない、うん、明確な根拠があって最初こうしたと思ってあここ読み間違えててここは絶対誤りだから最初気づかなかったけど明確な根拠あるからこっちに変えようって時は変えていいんだよね間違えたけど明確な根拠がない限りは変えない,えないそれが一番いいですね,ね今まで学んできた蓄積が直感になってるからねそうですね、うん、その蓄積をやっぱり直感として信じてほしいですよねそこはねあと、うん、で,で変えるとやっぱりね間違っちゃったりしますからねあとはその見直し 私の観点で言うと、あの個数問題とかは見直した方がいいですね。その正しいものはどれかって言ってるのに、なんか謝ってるものはどれかって置き換えて勘違いして答えつけちゃう方いらっしゃるじゃないですか。だから個数問題。私も受験生時代は特にね。意識して見直しをしていたんですね。あの答え合ってるのに正しいものはどれかってそこを勘違いしちゃったって。すごくもったいないですからね。あの問題文で正しいものを。 あの選ばせてるのか、誤っているものを選ばせてるのか、こしっかり確認して。そのどの番号をマークすべきかどうか。そうですね,これね。時間が余ったら、検証してほしいですよね。はい、間違いないですね。うん、あとマークのミスがないかどうか。これも当たり前なんだけども、うん、マークミスのチェックは必ず。 していただきたいですね、うん、去年ねすごいマークミスされた方多くてあのツイッターでね、うん、マークミスされた方っていうことでちょっといろいろ案内したら、うん、あっと前に50名以上来たの<ー> DM でーやっぱり去年は一昨年と比べて本試験問題すごく難しくなったでしょう。多分見直す時間が少なくなっちゃったんですよねで慌てちゃったりやっぱりこう一種混乱状態でマーク多分している局面があったんでしょうねう合格点届いてるはずなのに あの合格できてなかったで中にはねそのこう情報開示請求してちゃんとね,ねマークシートを検証できるんだけどもあのマークミスがありましたってことでマークミスが結構ねやっぱりこう間違いないですね、うん、だからやっぱり最後の,あの5分はマークシートを見直すっていう時間を作っていただきたいですね。間違いないです。はいうん ね、マークミスのチェックもですねマークミスがないかどうかのチェックも試験のうちということでねそうですね<非>自分のそれも実力のうちって思ったわけです,ですはい。はい、じゃあマークミスがあって嘆いてるのもそれも自分の実力のうちってことなんです<う>だから、うん、ちゃんと時間を設けてマークチェックもしましょう、うん、ということですね、うん、はい。はい ご視聴いただきありがとうございましたいよいよ卓研試験まで残りあとわずかとなっております今まで積み重ねてきた学習の成果をぜひ本試験では合格へと結びつけていただきたいと思いますそのためには今まで学習してきたテキストを繰り返すことそして最後はやはり過去問題しっかりと攻略して本試験に備えていただきたいと思います 体調管理を最優先にしながら、本試験で力を出し切って、ぜひ合格を勝ち取ってまいりましょう。今年皆さん、必ず合格します。合格者としての心の準備をしておきましょう。自分がね、合格した後。 ご悪少々もらって喜んでるねハッピーになってるそういう状態をイメージし続けましょうそして声に出すこと絶対にう悪するんだ絶対にう悪っていうことをね毎日声に出してみてください必ず実現しますからね私も皆さんがう悪することを心より記念しております舘研試験にう悪して人生変えましょう絶対合格 学研受験新報は年4回,年4回春夏秋冬号の発売です受験に役立つ情報満載ぜひお読みください